ウォルピョンからデイピョンまで続くチェジオールレ8コースを紹介します。8コースは全長 19.6km で約5時間から6時間ぐらいかかります。難易度は中とは言われていますが結構楽に歩けると思います。では8コースの重要地点について紹介します。ちょっと名前が難しいんですが、月を抱くという意味のウォルピョンマウルにあるアベナンモクという休憩所から始まり、ヤクチョンサ、 デポポグ、チュンムン団地サッカー場、チュサンジョッリー、観光案内所、ペリンネオルム、チュンムンセクタル海水浴場、チュンムン観光団地案内所、イエレ生態公園、ノンジンムル、ハエポグ、デーピョンアマの脱衣場を通ってデーピョンポグで終わります。8コースは比較的簡単に歩くことができます。 ペリンネオルムとチュンムンセクタル海水浴場のビーチをスキルと最初に通った道よりももっと楽な道になります後半の半分以上は舗装道路でしてノンジンムルからデーピョーポグへはベビーカーも通ることができる平坦な道が続きます8コースはパダンオルレと呼ばれていましてパダンはチェジュの言葉で海という意味ですここの海岸沿いの道は海に押し寄せられた溶岩が固まってできた 中上雪里という石の柱が絶景でして、風に揺られるすすきも心地よい壮観を作り出しています。ゴール地点のテーピョンリは自然の壮大さが伝わる場所です。海が遠くまで広がっている広大な草原のことをチェジュの言葉でナンドルと言います。村を囲んでいる群山の景色も美しいです。さあ、8コースの始めの一歩を踏み出してみましょうか。阿部南木から始まる8コースは、 海とみかん畑の間の道を歩きますと、すぐに東洋最大の寺院として名高いヤクチョンサに到着します。ヤクチョンサから小さな村や畑の道を過ぎるとデポポグに着きます。デポポグは漢字表記の名前でして、昔はクンゲと呼ばれていました。デポという村の名前は昔、周辺の海や東シナ海に進出する漁船の企業基地として、 有利な条件を持っていることから名付けられたそうです。デポポグの周辺には大きなお刺身食堂が多いです。また観光ヨットツアーのようなレジャーなども設けられているので、興味のある方は前もってチェックしておきましょう。チュムンサッカー場の方に足を運び、チュムン観光路に沿ってもう少し歩き出すと、8コースの名所ペリンネオルムが見えます。ペリンネオルムの頂上から北側の道に沿っていくと。 チョンジェイヨンの滝が見えるコースに着きます。8コースの中盤に近くなるほど弓のように長く曲がった砂のビーチが特徴の美しいチュンムンセクタル海水浴場が見えてきます。ここではジンモサルという独特な砂を見ることができます。モサルはチェジュの言葉で砂を表しますがジンは小さく細かくベタベタしているまたは白い砂浜が広がっているという2つの意味を持っています。 春文セクタル海水浴場がチェジュの他のビーチよりも目立つ理由は砂の色です同じ砂浜になんと黒白赤灰色の4つの色の砂が混ざっているんですだからこそ黒い玄武感と調和をなす砂浜のユニークな風景に大きな感動を覚えますオレ8コースの後半からは少し平坦に曲がった道になるので呼吸を整え少し余裕を持ちながら 風景を楽ししんででもいいでしょうそして時間に余裕がある旅行者の方はしばらくとどまる村という意味のナンドルで余韻に浸ってもいいでしょうナンドルはデーピョンマオルの昔の地名で村から遠く離れた広い野原というチェジュの方言ですここでは各家ごとに工芸品のような表札やモザイク壁で独特に飾られています 展示会に劣らないほど面白い見どころなので、ぜひ見逃さないでください。デーピョンリでは、アマさんたちの話にも耳を傾けるといいでしょう。忘れ去られてゆくアマの文化をつなぎ止めるために、デーピョンポグでは毎年、7月から9月の週末に、アマさんたちが講演をしています。さて、チェジュのアマさんたちについてはご存知ですかアマさんたちに関して有名なのは、イソブエと呼ばれる、 魚や貝を取る際、我慢していた息を吹き出す時に出る音、それとチェジュならではのアマさんたちの独特な文化がユネスコ世界無形文化遺産に登録されたぐらいで、その他のことはよく知られていません。だからこそ、オルレ8コースを歩くときは、一度くらいはナンドルオルレ、アマの公園をぜひ見てください。もし公園が開かれている時期でなければ、海の方に歩いていって、実際に 魚や貝を取っているアマさんたちの様子を見たり磯笛の音も聞いてみてくださいあ、どこでスタンプを押せるのかはチェックしましたかスタンプはスタート地点であるウォルピョンアベナンモクの休憩所と中間地点のチュサンジョンリー観光案内所ゴール地点のデーピョンポグにあるので忘れずにスタンプを押して思い出にしてください